にちは、ちか先生です。はい、今日の日本語チェックです。冷蔵庫の中に昨日の食べかけの晩ご飯の残りがあります。はい、この日本語のチェックポイントはこれですね。昨日の食べかけの晩ご飯の残りがあります。これはね、2ついらないですね。はい、こうなります。食べかけの晩ご飯の残りじゃなくて、食べかけの晩ご飯、または晩ご飯の残りにしましょう。はい、じゃあどうして？はい、そうですね。食べかけの晩ご飯は、まあ、このね、食べかけっていうのは、まあ、マスケプラスかけで、まだ終わっていない、途中のという意味があります。はい。でね、残りはこの意味ですね。そうすると、食べかけと残りの意味が少し似てますね。はい。ちょっと同じ。だからこれだとね、ダブルの意味になるんですよね。だからこれは一つだけでいいです。食べかけの晩ご飯。晩ご飯の残り。これでもう OK。クリアですね。はい。二つ一緒に言うと、ちょっとね、頭がリピート、リピート、リピートになりますから、これは良くないですね。はい。でもね、食べかけと残り、何々かけですね。このかけ。はい。と残り。これね、少し違います。はい。例えばね、はい。書きかけのレポートがあります。これは OK です。でも、レポートの残りがあります。これはね、ちょっと、ですね。はい。まあ、どうしてか。書きかけのレポート。このレポートは一つですよね。はい。で、一つのレポートが全部終わってないですよね。一つのレポートが全部 100% 終わらないで、今 50%、60% ぐらいですよね。はい。その時は書きかけのレポートがあります。だからこのレポートが一つですけど、でも一つのここまでは書きました。でも、ここはまだです。これが書きかけですね。はい。でも、レポートの残りがありますっていうと、まあ、レポートが例えば10個あります。でも、5個は終わりました。だから、あとレポートの残りが5個です。そんな感じ、そんなイメージ。はい。例えば、レポートが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個レポートがありますと。で、レポート1個終わり、2個終わり、3個終わり、4個終わり、5個終わり。でも、あと5個のレポートがあります。ちょっと違いますね。でも、皆さん、レポートがまだの意味は、レポートは1つですけど、まだ 100% 終わりませんの意味ですよね。その時は、書きかけのレポートがあります。これが OK ですね。うん。だから、残りの卵は1個です。これはね、いいですけど、食べかけの卵は1個です。これだとちょっとね、ってなりますね。だから、残りの卵は1個ですが、これと同じですよ。昨日、私は3個卵を買いました。例えばね、for example、例えば。でも、昨日2個食べました。はい。2個食べました。だから残りの卵は1個です。なのね。食べかけの卵は1個です。これはね、例えばじゃあ、1個、2個、3個卵買いました。でも私はこの1個の半分食べました。はい。これ食べました。だから私の食べかけの卵は1個です。なんかちょっとおかしいでしょ？おかしいですよね。はい。だから、食べかけ、残り。まあまあ、同じ意味ですけど、少
し違います。はい。これが違います。はい。いいですか？はい。だから、冷蔵庫の中に昨日の食べかけの晩ご飯があります。か、トントン、冷蔵庫の中に昨日の晩ご飯の残りがあります。これで OK ですね。はい。それでは今日もありがとうございました。またねー。